今日の北日本についてお伝えします。この時間そしてこの後も雪は降り続きそうでしょうか。そうなんですよ。強い冬型気圧配置は今日明日とずっと続くという形になりそうなんです。はい、でまず現在の天気の状況をご覧ください。北日本エリア皆さんからのご報告見てみますと、今朝まで雪が降っていました東北の太平洋側、こちらの方は天気回復してきまして、晴れのご報告が増えてきました。一方日本海側の各地からは依然として雪のご報告が多くなっていまして、雨雲雪雲重ねますと日本海からの流れ込みがずっと続いているという状況になっています。はい、でこの雪雲のもと今降っている雪の強さを見ますと、これ1時間あたりに新たに増えた雪の量なんですけれども、北海道の内陸部ではまあ3センチ前後といったところですね。あと東北の日本海側秋田県でも5センチぐらいの積雪増加量が出ていまして、この雪の積もりやすい状況今日の日中も変わりません。はい、でこの後の雪雲雨雲の推移を見ますと、日本海から筋状の雲、これ寒気に伴う雲が次々と流れ込んでは雪を強まらせるとこういうことが予想されます。で加えてですね、今も風がかなり強いんですけれども、はい、これ今日の日中から夜にかけても状況は変わりません。やっぱりこう吹雪による視界不良ですね、うん、外出や車の運転など要注意と言えます。これからさらに降る雪の量の予想なんですけれども、はい、北日本は日本海側中心に向こう24時間で多いところでは20センチ以上の雪が新たに積もってきそうです。まあ、明日の朝にかけては引き続き路面状況の悪化など、十分な注意が必要となりそうです。はい、わかりました。まあ、こういった雪道の運転は冬タイヤ装着していても十分に注意が必要ですね。そうですね。はい、今日の北日本についてお伝えしました。